無事国道と合流となります。はい、右。土砂降りを歩いたせいで足の裏は豆だけ、どこまでも続く変路地歩き続けるしかない。おまかせパフェいただきます。
にちは。どうもです。ありがとうございます。輪島城が見えました。あの左を通るんだっけ、違うな、右を通って竜光院に行くと、あと3キロか。こんにちは。天井工房、南天井工房、南天井工房。ありがとうございます。
い、はあ、着いた、宇和島城が見える。まず参拝だ。荷物置くとこはねえよ。はい、今3時半ぐらいですね。とりあえず宇和島の別格第6番龍光院参拝し終わりました。今日は、柏坂から峠越えして今素晴らしい景色に、天候にも雨と思ったら雨じゃなくて、無事景色も拝めて、その後20キロほど歩いてきまして、やっぱり国道とか歩くのは、面白くない、面白くないって言ったらあれだけど面白くない、ちょっと昨日痛めた、雨でぐじぐじになって痛めて、若干皮がむけてるような足の裏がすごい痛くて、ちょっと途中残り3キロぐらいからもうジンジン来てて、ちょっと今普通に歩けません早めに400メートル先のホテルに行って休みたいと思います。宇和島といえば鯛茶漬けですが、ちょっと食べれるかどうか、じゃあ古典ぐらいは食いたいね、食べてばっかりだな。でも痩せました7キロぐらい痩せたかな、まあ元が多いんで誤差の範囲っちゃ範囲ですけど、あー痛い、なかなか痛い、痛い、いやーやっぱり疲れますね当たり前だけど明日は41番から43番まで3つ札所ありますんで、龍光寺、どこだっけ、仏目寺、明石寺か、はい、打って宇野町から、ちょっと宇野町の宿が全部取れなくてしょうがないんで、宇野町から JR でまた宇和島に戻って泊まりたいと思います。龍光院いいね、よいしょ、静かだしちょっと高台にあっておすすめです。では。